どうも、口生です。さあ、タイトル通り。ちょっと説明していきます。8月18日金曜日、まず母が熱が出ます。19日土曜日、母が病院でコロナの陽性反応。20日の日曜日、蛇が喉が痛い。21日の月曜日、蛇が全身痛い。で、父が咳をし始めます。で、月曜日の日に、口縄蛇、父3人、抗原キットで検査をしました。結果、父と蛇が陽性、口縄が陰性でした。なんですが、22日の火曜日、口縄 37.1 度の熱が出ました。で、ちょっと喉がガラガラしてます。で、いや、コロナかもしれないなと思って、今23日の水曜日ですね。一応熱は 37.0 なんですが、明日から仕事なので、検査して、もし陽性なら休まないといけない。ね、迷惑かかっちゃうので、なので検査したいと思います。やっぱね、これ抗原キット1個1700円なんですけど、5個で5500円。だよな、うん。3000ぐらい多分安いと思うんで、こっちおすすめですね。結局、まあ、5個買っといてよかったなって。さあ、あと2個あるんで、これで検査していきたいと思います。では、簡単に説明していきたいと思います。綿棒を鼻の穴から2センチ入れて、まあ、右、左をぐるぐる、ぐりぐりしていきます。で、この取った綿棒のところ、綿棒をこちらの液体の中に入れます。入れて、まあ、回転させたり、上下させたり、揉んだりね、して、その後に、これですね、これをここに刺しますと。で、ここから液体が出るようになってるんで、刺して、これですね、ここに3滴垂らすと。そうすると、ここの C と T のところが、なんか赤くなったりするんで、これですね。陽性がこれですね。で、陰性ですね。月曜日測った時は、口の輪もうこれでした。で、ヘビと父が、この、あれでしたね。右、左の方でしたね。この T のところは真っ赤でしたね。こっちの薄いのはよくわかんないけど、まあこれも陽性と。写真があるんで、貼っときます。で、これが判定不能。これになったら、1700円パーですからね。まず。まあ、5個なんでもうちょっと安いんですけど、失敗しないように、やっていこう。それでは、やっていきます。まあ、モザイクス。ちょっとひどかったらモザイクするかもしれません。使う直前に開けてくださいと。さあ、では、4回転、15秒、やっていきたいと思います。2センチなんで、まあ、この辺まで入れればいいんですけどね。まあ、もうちょっと奥入れましょう。これで、ゆっくり4秒かけて一周でね、だいたい。3、4。あんまきつくやすぎると、なんか傷ついたりするんで、とか、綿棒折れたりするんで、そんなきつくやんなくていいと思うんですけど。ヘビとか、父は、すごいくしゃみ出てたけど。ああ。くすぐったい。もう一周。ああ、くすぐったい。で、出すとき、他の花に当たらないように出すと。はい。そう、出しますよ。モザイクですね。はい、逆側もやっていきます。1。
2。さあ、4秒かけて1周。3。あ、くしゃみでした。4。で、抜きます。はい、そしたら、今、採取できました。で、これを、ここに入れますね。で、あ、やべ。10回以上、左右2回転。まあ、とりあえず、回転させていきます。10回以上、左右2回転。で、こっちの、左か。どっちが左回転か右回転わかんないけど、回転させて、上下に動かし、はい、動かしました。チューブの外側から綿棒をつまみ、揉む。で、あ、揉まなくていいのか。で、これを絞り出すように、スワブを引き抜きます。ああ、そういうこと？だよね。こういうことね。絞って抜くと。はい。これ置く場所作っとけばよかった。はい。で、これを、刺して、で、これはちゃんと下に固定しなきゃいけないんで、これはちょっとしょうがないね。ここをやるしかないね。で、3滴垂らしていきます。ああ。れ。1。あれ。2。3。はい。3滴垂らしました。どうでしょう。この T のとこについちゃうとまずいんですが、つきそうですね。ついたな。やばい。妖精っぽいな。C の方がつかなかったらどうなる？判定不能か。この状態で C がつかないと判定不能になります。なりそう。でもこのまま15分か。15分したら、15分したらか。真っ赤じゃん。で、コロナだ。どうしよう。やべえ。この t の方ついちゃったね。まあ、15分後なんで、消えることはないか。15分から30分したら、見てくださいってことなんで。まあ、一応もう15分後、見たいと思います。せっかくなので、15分早送りして、ちょっと見ていこうかな。あと14分。
しようかな。はあ。さあ、15分が経ちました。結果は陽性です。うわぁ。こうか。こうだね。はい。結果陽性でした。とりあえず職場に電話します。これで家族全員コロナ陽性になってしまいました。やばい。母親はもう治りかけてるんでいいんですけど、いやー、買い物行けないのがね。まあ、水とかはね、いいんですけど、災害用に、たくさん用意してあるんで、それを使ってたんですけど、食べ物がなくなってきました。ふぅ。どうしようかな、これから。まあ、皆さんもならないように、気をつけてください。ご視聴ありがとうございました。